KSV ルーセラーレは、ベルギーウエストイコールフランデ練習ルーセラーレを本拠地としていたサッカークラブ。2020年に解散した。ルーセラーレ初のサッカークラブは1900年に生まれたデバーエニグダ・ブリンデンであった。このクラブはその後すぐに名称をレッドスター・リスレアと変更したものの、1909年に財政難によって解散してしまう。 翌年、二つのクラブが誕生する。一つはカトリックを背景とするスポートベレニジング、リスレアであり、もう一つは FC リスレアである。しかし、これらのクラブは、第一次世界大戦の勃発によって、活動を停止せざるを得なくなってしまった。戦争も終わり、1921年に SK リスレア創設。1923年には同じクルーセラーレの、 クラブとして FC リスレアが復活した。その後 SK リスレアが FC リスレアを吸収する形で1999年に現在の KSV リスレアとなった。2020年経営難のため3部へ強制降格処分となった後解散した。なしなし。ありがとうございます。